はい、皆さんこんにちは。アナルゲルイジです。では今回は、維新の嵐幕末志士伝、土方歳三物語、続きをやっていきたいと思います。土佐まで来てですね、坂本龍馬を探索していたんですけども、龍馬は土佐にもいないということなので、京都にまずは戻りましょう。で、京都に戻って、まあね、また人斬り家業に精を出していこうかなというふうに思います。まあ、出会ったやつは、切れるやつは全て切る。まあ、そもそもね、切れない人もいるので、全員切るというわけではないんですが、切れるね、人に関してはもう全員ね、躊躇なく切っていこうというコンセプトでやってますからね。引き続き、人切りで進んでいきましょう。イベントですかね、近藤さんから、トシさんちょっといいかいということで、イベント始まります。用紙を取る。あ、なんかありましたね。養子を取って、この谷くんの息子で、この谷くんのお父さんが結構、新選組の中で幅を利かせるっていうね、そういうキャラクターだったと思います。これで、賛成反対かで、シナリオが変わってくるのかな。いや、ここは反対だな。新選組は近藤さん亡き後、この俺が継ぐ。まあ、そういうね、野望を持っていてほしいなと。まあ、結局、養子にするんかいっていう話ですけどね。反対したとしても。ただこれ反対したことによって、近藤さんとの絆がね、少し壊れるとか、まあ、そういうイベントになる可能性もありますからね。では、またちょっと寝て、稽古していきましょう。はい。またここで、イベントですね。谷三十郎。これさっきの谷くんの話かな。近藤先生ということで、谷くんとの会話が進んでいます。これ、土方歳三は、盗み聞きしてるのかな、それとも副長として近藤さんの隣にいて、一緒に話を聞いてるんですかね。息子が近藤局長の養子になったのは谷はすっかり局長の側近気取りですなということで、斎藤はじめもなかなか辛辣な発言ですね。斎藤はじめはでもこの中だと沖田に次いで多分若いんじゃないかな。谷は確かね、斎藤に切られたんじゃなかったかな。ドラマの話で見た限りなので、これがね、事実かどうかはごめんなさい、僕も新選組勉強不足なんですけど、ドラマの中では確か斎藤か誰かに切られてましたね。お、龍馬をついに発見しましたね。龍馬点々点々ですけど、呼び止めましょう。そして切る。おい、そこの男ということでね、龍馬を今呼び止めています。貴様は何藩の者だ、名を言えと。これはどういう展開になるだ。お、恩師人斬りなさをやめて海軍塾に入らんかねと。いや、確かに、人をね、見つけたら切りかかってましたからね。さあ、名乗るのかどうか。あ、東堂平介も来ましたね。坂本さんでしたか、失礼しました。東堂平介と坂本龍馬は旧知の仲なのがこの時点ですでに。いや、知らないんかい。どういう流れなんでしょうね。あ、千葉道場なので、同門ということですね。まあ、それにしたって、ね、この時代写真があるわけでもないし、坂本龍馬を実際に見たことがなければ、話を聞いただけでは、パッと見でこいつが坂本龍馬だって判断するのがね、難しいのかなと思いますけどね。やっぱ坂本龍馬クラスになるといきなり切りかかったりすることができるわけではないですね。というわけで龍馬との出会いのイベントでしたね。ちなみに龍馬がこの近くにまだいるのかという観点で言うといない。ただ西郷隆盛とかね、絶対に会えないと思いますけど、ちょっと探してみますか。ただ他の地区に出かけているということは、ここうろついてればいずれ会えそうですね。さあ、西郷隆盛見つけましたので面会してみましょう。断られる可能性もありますけどね。会ってくれた。おいが薩摩の西郷でごわす。あんまりちょっと細かい話するとあれなんですけど、僕のおじいちゃんがですね、西郷隆盛の大ファンでね、僕一時もらってます。じゃあ早速ですけど、西郷隆盛と絶戦場するぜよ。いや、するぜよだと土佐弁になっちゃうのか。西郷隆盛にどれほど我が思想、我が弁舌が通ずるか。ちょっと対決ですね。いや、西郷さんほんと強い。これは完全に論破される可能性がある。なんとか完全論破は免れたものの、大差で敗退ですね。国体思想砂漠48に下がってしまいました。で、開国貿易論に変化。こうやってね、いろんな人と議論することによって、自分の意見、知識が、深みを増すというのはね、あると思うんですけどね。いや、西郷さんは強かったです。情報集め、もうちょっと頑張りましょうか。お、またイベントですね。町娘、見てみて、新選組の土方半島、沖田半屋。今、同行者は沖田と斎藤にしてあります。男やわーってなってますけど、確かにね、残っている土方の、五稜郭時の、写真なんですかね。かっこいいですよね、確かに。沖田と斎藤と土方と3人で町に繰り出そうというところですね。いや、こりゃいいよなー。こんなにね、モテる容姿を持って生まれたという時点で、さあこれでこの後ですが、モテる土方沖田ですけど、祇園だったり島原に行ったりして情報集めをしてね、今度は西郷さんに絶戦で負けないように、頑張っていく情報集めをしていきたいと思います。イベントで沖田総司から見回り組結成のね、話が出ていますね。京都見回り組という旗本の指定だけで編成された精鋭部隊ということで、いいライバルってことですかね。一説によると、坂本龍馬とかね、暗殺したのはこの見回り組の連中だったんじゃないかというふうな説もありますよね。その見回り組結成のイベント、今後ね、多くなってくるんじゃないかなと思います。さて、武田くんが武田流軍学を教えてくれるということなんですが、長連に不可欠な軍配と采配を近藤先生より拝借願いたいということですね。軍配か。軍配はね、戦国武将大将とかがね、突撃とか指示を出すときに振るものですよね。確かに信玄もなんか軍配を持ってるイメージありますけど、なんかひょうたんを逆さまにしたような軍配に、金色の、金箔を貼って赤い丸がついている軍配を持ってる。あくまでもイメージです、僕の。この武田っていうのはね、どういう末路をたどった大使だったのかっていうのも勉強不足でわからないんですけど、これを見ている限りだとなんかかなり偉そうなやつですよね。同格以上のものにも厳しく当たる。新選組の士気が2上がっています。勉強を進めていたらですね、土方さんの思想が公開延暦策になりましたということになりましたね。で、新選組の活躍が京都守護職松平中将、松平容盛のことですねに認められたようですということで、財力のパラメータが3上がってます。イベントです。長州が何か企んでいるらしいと。京都にすでに多数の藩士老子が送り込まれているということで、長州藩とのいざこざになりそうですね。河原町周辺が危ないということですね。では僕もちょっと向かってみましょうか。怪しいと分かっているのであれば、鬼の副長土方歳三自ら巡殺巡らしていきましょうか。では移動していきます。まずは人探し、長州の人間確かにパッと見多いですね。あとは土佐藩士も多い。ただ脱藩浪士っていう意味だとどうだろうね。この中にはいなそうですよね。藩士はいっぱいいるけどね。久坂玄瑞とかね。ちょっと覗いてみますか。久坂玄瑞いるかどうか。京都にはいない。ただし怪しげな浪士の集団を発見。尋問しましょう。で、戦闘になります。実はですね、修行を続けた結果、土方の剣術パラメーターマックスにすでに到達してます。しかも今回の今回もかな、同行しているのは最強沖田、そして斎藤、このメンバーだったら負けないですね。このね、三方から突きを連チャンで放つこの技、これも強力ですけどね。このボスキャラみたいなやつには斎藤で切りかかりましょう。ふん、これも沖田と同じ突き技かな。強いですよね。沖田に切りかかるとはバカ者め。一撃で殺せる。いやー、沖田強いわ。経験値は土方で積ませたい気もするんですけど、さっきお話したように剣術パラメーターもマックスにしましたからね。土方は今回また人を切ってしまった。せっかく来ているので、建物の中まで巡殺していきましょう。京都はね、もうしばらく行ってないからな。何度かね、動画の中とかツイッターとかでもお話したことあるかもしれませんけど、昔ね、大阪、新人配属の時に大阪に配属になって担当をしてたエリアが京都だったんですよね。で、京都にはねよく出入りしたんですけど、仕事でしかほとんど行ったことがなくて、プライベートではもともとこっちの、関東の人間だったので、関西の方にね友人とかも全くいない状態だったので、言ってみればアウェイな環境だったんですよね。なのでどっかに遊びに行くとか、そういうこともほとんど しなかったというか、できなかったので、あんまりね京都詳しくはないんですけど、大阪に昔住んでいたのもあってですね、たまにねたまにっつってももう最後に大阪方面行ったのは奥さんと USJ に遊びに行ったもう何年も前ですけどね、それが最後かな。あとは仕事で、出張で数年前、3、4年ぐらい前かな、大阪にね出張はありましたけど、それくらいですかね。すごく有益な情報を確認しましたね。古高俊太郎の居場所を突き止めた感がある。これはせっかくなのでと覗きに行きましょう。正体が露見していると知らずに、どういう態度をとってくるのか。情報を集める。ああ、いや、こいつだって当たりをつけてるけど、特に何かイベントが起きるわけではないですね。来ましたけどね、この薄屋さんに。まあ、ここを見る限り、高杉晋作とかいますけどね、探したところでまだここにはいないとかって言ってくるだけなんで、中岡慎太郎がいるな。中岡慎太郎もただ京都にはいない。となると、しばらくここで情報収集していきましょうか。お、さっき覗いてきた古高さんのところですけど、踏み込むかどうかという話だな。これは踏み込むぞ。完全に踏み込む。どなたですってさっき会ったばっかりですけどね。新選組である。改めさせてもらおうというところですね。これ抵抗してくるのかどうかだな。さて、おとなしく捕まってくれたので、探索を始めていますが、おお、生薬玉に火薬、さらに老子の連判状や書簡もあると。ああ、いうことで捕獲ですね。で、尋問して池田屋の場所を吐かせる。まあ、そういう流れなのかな。ちょっと池田屋に行ってみましょう。池田屋宗兵衛さんのところ、まあ、何かイベントがね、発生しないとこの池田屋事件なるものも起きなそうですね。さあ、古高の様子はどうだと。おお、尋問が続いているようですが、鬼の副長土方が、これは屯所で取り調べしている感じですかね。取り調べは奉行所にてのみ受けると。おいうことでね、この地下牢みたいなところにずっと入れられてるんだな。さあ、厳しく質問するか出方を伺うか、もうここはね、S感をたっぷり出していきましょう。とぼけるなということでね、なんか木の角棒みたいなやつでビシビシこう体をぶったたくみたいな、そういうイメージがありますけどね。さらに厳しく。これで吐いたかな。上ごとでとんでもないことを口走りやがった。上ごとを言わせるほどまでに痛めつけたんだな。じゃあ、その恐ろしい計画の内容。浪人たちは風の強い夜を選び、京都市中、さらに御所の四方から火を放つ。お慌てて、三代するであろう松平片森をはじめとする砂漠派の諸大名を公家を待ち伏せして討ち取り、さらにはその混乱に乗じて帝長州に御堂座し立てまつると。ああ、とんでもないビッグな計画ですね。で、奴らの密会の場を抑えるということですね。では、各大使に巡察、巡ら、情報収集、これらをね、しっかりやってもらいましょう。まあ、やっぱり情報が集まりそうなところに重点的にね、人をアサインしていきましょうか。さて、山崎君からの報告。池田屋、ここで集会が行われると。ああ、いうことですね。あ、山並さんからはただ、違うところが、その場所だと言われてますね。まあ、ここは池田屋にしましょう。いや、池田屋だ。あ、確かにね、隊を二手に分けていってっていう話でしたよね。実際の池田屋事件もね。では踏み込んでいきましょう。昼間じゃないよね。なんか昼間の雰囲気で今出動してきましたけど。で、このままね、新選組のメンバーだけで踏み込んでいくということになります。戦闘になるよね、さすがにね。さあ、池田屋の方に急行してます。ここから池田屋のイベントです。池田屋！お前を改めてやるぞ！新選組、俺がいるまだだ！誰か来たかな？おざいおざい、もう始まる。ああ！何事だ？これはイベントで進んでしまう感じかな？戦闘にはならなそうですね、今のところね。いや、戦闘になる。剣の腕を徹底的に鍛え上げてきたんだ。ここはこの剣の腕を存分にお見せしようではないかというところですね。パーンと開けましたからね。さあ、近藤さんたちはどうする？このまま踏み込んでいきますか？パーンとここもね、開けていきましょう。東道隊は階段を上に登っていきます。パーンと切りましたね。屏風らしきもの。これ、この中には人いるのかな？ちょっと人がいるように今のところ見えないですけどね。お、まあ、沖田に切りかかってくるとは何者よ。強え、強えぞ。普通に強い。沖田が一撃で倒せない相手なんて今までいなかったのに。明かりを消してるんだな。これ中に入っていってどうなのかっていうところだな。いや、みんな強いね、それなりにね。いや、これ完全沖田もそうだ。沖田君が強すぎる。これこっちから2階に上がれたりしないのかな？ちょっと近づいていってみますか？切る。これよ、沖田の三段突き。いや、三方向突きといった方がいいかな。この中には人はいない。いや、完全に沖田無双だわ。沖田君が強すぎる。さあ中にさらにいそうなので踏み込んでいきましょう。なんか待ち伏せしてる感ありますからね。さあ2階に上がっていきます。そして最強剣士沖田君はこのまま前に進んでいきましょう。完全に待ち伏せしてるからな。はい、もう沖田君がほぼ一人で敵を全部切ってくれましたね。強かった。新選組の発言力が35上がりました。士気も10。これが池田屋事件ですね。ゲフ。いや、この最強戦力である沖田がここで吐血するってなるとなあ、今後の戦いちょっと不安ありますよね。もう今回も沖田がほぼ全員倒しましたからね。外に出てきたやつらも叩くと。これも戦闘になるかな。戦闘になるんであればまんべんなくいろんな人で攻撃してほしいな。もう土方はね、剣術マックスになってしまってるんで、できればね、そういう人ではない人たちに活躍してもらいたいなと思います。沖田がもう出れなくなるとなると、同行するのを、まあ、斎藤さんは連れていくにしても、僕は誰連れてこうかなってちょっと悩ましいですよね。まあ、長倉あたりが無難なのかなっていう気もしますけどね。土方がやられるとゲームオーバーになるんで、ちょっと土方は狙われない位置に行きましょう。今前衛というか、まあ、戦うメンバーは斎藤、松原、土方というメンバーですね。いや、これも強いよ、前3人。今、土方が戦ってますけど、土方も一撃でちゃんと倒しますしね。しっかり、仕留めていくと。今のなんかちょんって切っただけですけど、まあ、しっかり。斎藤、ごめんなさい、佐之助でしたね、戦ってたのは。佐之助、斎藤、土方の3人だけで、全ての逃走しようとしていた志士たちを倒しました。土方の知名度も一気に200。論破するよりはるかに効率のいい知名度の上げ方になりましたね。さあ、池田屋事件、これで、完了ということになります。はい、では、キリがいいので一旦今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。